大谷鬼若は日本の俳優である。本名、今西智次郎配合は大鉱山。サイレント映画の時代に、小野松之助の主演映画の名役役として知られた。1878年9月30日、京都府京都市に生まれる。父は、西人の起業家、沢田智も奈々であったが、母の私生児として生まれ、祖父母に育てられる。 旧青小学校の子供時代から芝居が好きで6歳下の弟と共に親に懇願したが聞き入れてもらえず数え年16歳になる1893年8月当時岐阜県安八郡大垣町に住んでいた大谷友松のもとへ弟と共に家出をして入門弟もどもその門人となり舞台に立った弟は中村千太郎を名乗ったがその後 数え年28歳で病没している。その後、死の元を離れて、大谷鬼若を名乗り四国、九州を巡業し、数え年27歳になる1904年、京都の千本座に出演し、銅座を経営する、牧野正造と知り合う。明治末年には、横田商会に入社、主に、小野松之助が主演する、サイレント映画に助演した。 1912年9月10日、横田商会は、副報道、吉沢商店、エムパ、同年、長女で、一人娘の文子が誕生する。大谷は、松之助映画に欠かせない悪役俳優となり、娘は悪役の娘であることを男子にからかわれた経験を、後に改装している。1923年に発行された、現代俳優名鑑によれば、 当時、大谷は、京都市上京区五辻通、七本松西入西柳町五番地に住み、身長は五尺三寸、体重十五貫門目、妻、長女あり、常用タバコは、ゴールデンバットを一日五箱というヘビスモーカーであった。万水院長衛を崇拝し、次戦の代表作は、奏本、中心蔵における尾の、低苦労役であるという。 1926年9月11日に、松之助が死去し、大谷も同年を最後に、日活を去り、牧野正造の経営する、牧野プロダクションに移籍した。1929年7月25日に、牧野も死去し、満51歳と名なる同年11月22日に、公開された、大逆利用最後に、同社を退社、映画界からも引退した。晩年も、 五つ字通本末にシールルに暮らし、骨董賞を営み俳句をたしなんだ。1941年7月28日、脳一血のため自宅で死去した。六62歳没。日本映画俳優全集、男優編によれば、同書が発行された1979年の時点では、大谷の長女、文子は同時に健在であったという。クレジットはすべて、出演である。 公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によってタイトルの異なるものは併記した。すべて制作、配給は横田紹介。 すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は日活京都撮影所、配給は日活、すべてサイレント映画である。1925年、万47歳頃の写真。すべて制作は日活京都撮影所、第一部、配給は日活、すべてサイレント映画である。べて制作は日活大将軍撮影所、配給は日活、 すべてサイレント映画である。すべて制作は、キノプロダクションご出撮影所、配給は、キノプロダクション、すべてサイレント映画である。ありがとうございます。